優勝戦1号艇は徳増秀樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今節はここまで1着6本2着2本という成績できています。船足の仕上がりいかがでしょうか。まあ板が外れてちょっとパンチは落ちてるんですけど、悪いことはないです。何かご自身でこう気に入っている部分というといかがでしょう。全体的な足ですね。そのあたりはでは今節の中でもやはりトップクラスと言いますかね。と思います。スタートに関しては今節見え方いかがでしょうか。だんだんなんとなく分かってきたんで、遅れない程度には行くつもりです。はい、それでは今日の優勝戦向けてゲストの皆様へもう一言お願いします。はい、自分らしく濃くいきます。2号艇北中元気選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今節予選はオール3連対3連勝もありましたけれども、手応えとしてはいかがでしょうか。はい、バランスが取れて全体的に、いい足してると思います。30号機ですけれども、前回の梶野選手の優出2着と好成績だったんですが、モーターパワーというのはありそうですかね。はい、そうですね。はい、2枠ですけれども、この船の向きやかかり、そのあたりもいい調整。はい、いいと思います。はい、スタートに関しては今節いかがでしょうか。フライング持ってるんで、フライングしないように、遅れないようにいきたいと思います。見え方はある程度合っていますか。そうですね、はい、合ってると思います。はい、それでは優勝戦向けてゲストの皆様に一言お願いします。はい、しっかり指して優勝できるように頑張ります。3号艇川野真也選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ川野選手も予選はオール3連対としましたが、今節のここまでの手応えいかがでしょうか。伸びを中心にいい船足だと思います。あ、なるほど。桐生は約3年ぶりの登場ということになりますけれども、乗り心地面などは問題なく走れていますかね。はい、今のところ大丈夫なんで、多分大丈夫じゃないかなと思います。はい、はい、スタートに関しましては昨日準優勝戦コンマ07でしたが、今節の見え方いかがでしょうか。はい、一応そこそこ勘通りにはいけてます。はい、はい、それでは優勝戦の意気込み一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇土性雅也選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ昨日の準優勝戦は2着争いを競り勝ち優勝となりましたけれども、仕上がりとしては今節いかがでしょうか。全体的にいいと思います。あ、昨日がいい調整ができていましたかね。そうですね、はい、2日目ぐらいからはずっといいです。あ、なるほど。はい、特徴としては何かありますか。全体的にバランス取れていいと思います。乗り心地も問題ない。はい、はい、優勝戦4枠となりましたけれども、何か課題面というのはありますか。ピット離れがちょっと不安なんで、そこしっかり合わせていきたいと思います。はい、スタートに関しては今節いかがでしょうか。よく分かってないです。それでは優勝戦に向けてゲストの皆様に一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。応援お願いします。5号艇佐藤大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今節常滑からの連続優出ということになりましたが、今節のこのモーターの手応えというのはいかがでしょう。そうですね、なんか合わしきれてはないんですけど、いいエンジンだと思います。あ、なるほど。はい、では合えばもっと良くなる気はすると思うんですけど、はい、そして目下5走が全て2着となっているんですが、道中戦競り合った時の話などはいかがですか。そうですね、乗りやすいし回り足がいい感じなんで、はい、さばけてると思います。はい、スタートはいかがですか。タイミング的にバラバラなんですけど、10全速目標みたいな感じでいければいいと思います。はい、はい、それでは優勝戦への意気込みを一言お願いします。はい、せっかくいいエンジンなので気合入れて頑張ります。6号艇川北博隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今節ここまでの4日間を終えて、船足の手応えいかがでしょうか。そうですね、メンバーによってなんか足が違うみたいで、準優とか入るとちょっと弱いかなと思ったんですけど、はい、6枠となりましたが、進入についてはいかがでしょうか。もう優勝戦なんで外から行きたいと思います。はい、はい、ピット離れなどはもし万が一出れば一つでも打ち取ります。はい、はい、そして川北選手出走表では桐生勝率8点台マークということになっているんですが、水面との相性いかがでしょう。なんか相性はいいですね。はい、はい、それでは最後ゲストの皆様へ一言お願いします。レーン絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。